Samurai Talk. Talk. Today we'll be having a fist fight with Mr. Koichiro Maki, the K-1 champion, and I'm a D-1 debate champion in Japan. We're gonna have a sort of a no holds barred sort of fist fight. So we got ready to fight each other. So Mr. Koichiro was born a fighter, and growing up a fighter, probably he would die a fighter. そこではね、一言ね、小泉牧先生、昨日も YouTube で見たら、かっこよくバンバンやって一発落としてましたね。強いですね。あ、そうですか、ありがとうございます。なんでそんな強いんですか？やっぱ僕の得意技は一発で倒すっていう急所を作ることですね。顎もそうだし、足そうですね。足の方が得意ですね。昔はそうでなかったですね。昔は僕はムエタやってたんで、ムエタやるんだ。どちらかというと、まあ、蹴り技と、あとは膝が得意でしたね。なるほど。それはね、私はもう今日はまあガンガンやりますから、ちょうどね、オヤムマスターと対談したらガンガンやったんですよ。それと同じようにやりますけど、この一番新しい瞬間の文章ですか、娘はキックボクサーに撲殺された、遺族の告白。これやっぱり K-1 で怖いというイメージがありますよね。なんでそういうことになったんですか？やっぱまあ今簡単にキックボクシングができる。で、全くもうなんか簡単にプロにもなれる、なんかそういったところで先生が教育者としていないケースがありますね。ああ、そう、この人もイギリス人がちょっとおかしい人だったらしいからね、真面目な人じゃない、そういうことやると怖いですよね。怖いですね。そのキックボクサープロになる前、なってからですけれども、やはり俺は昔から強かったと、そんな感じです。喧嘩で負けなかった、八戸から出てきて世界チャンピオンになるという場合に、俺は強いんだ自覚がありましたよね。そんなに強いですか、自分の心の中。いや、そうでもないですね。自信はあったんですけど、自分の中の、夢を叶えるっていう自信はあったんですけど、ただやっぱり僕は強い人間ではなかったですね。あれ書いてますよね、あの本が面白い本ですね、諦めるな。その本が読んだけど感動しましたけどね、弱いんだって言われたら俺もぐさっときた、ああ結局俺も弱虫だったんだと。その自覚はいつ頃ありました？負けてからですか？もう僕はもう小さい頃から、兄弟が女性家系で5人なんですけど、兄弟が、僕男一人で全部お姉さんっていう感じで。女性コンプレックスはあった？いや、女性と話ができなかったです。いや、しかしボクサーの部屋には女性のヌードの写真がいっぱいあります。あれは何ですか？やっぱボクサーってそう好きなんですか、その女性。いや、やっぱり勝利の女神は女性なので。勝利の女神で、みんなそういう自覚を持ってジムに通ってるんですか？みんな、なんでヌードの写真がいっぱいあるんですか？いや、おそらく、あとはあれですよね、試合が始まるまで禁欲生活があるので。それはキックボクサーに通じるんですか？オリンピック選手は、その戦う前は自由にフリーセックスとかやったりするのは、それは良くないんですか？良くないですね。どうして？エネルギー固まらない。エネルギー固まらない。固まらないですね。そうすると、ヌード写真は何ですか？中には禁止で、エロビデオを見たりする人がいます。それはご法度です。いや、もう僕の中ではもうそれを逆にエネルギーにするという。なるほど。接して漏らさず、ダモ体験みたいなもんですね。やっぱり武士道とそういうことあるんですか？だからキックボクサー、スポーツか武士道か、どっちだったんですか？僕は武士道だと思ってますね。これも道場を見たら、みんな礼儀正しいですね。ありがとうございます。これは何ですか？やっぱり礼儀を教えてるんですか？もう教えてというか、それがもう僕の中で普通になってるので。しかしそれ、戦う時っていうのはどうなんですかね。相手はそんなこと考えちゃいけないですよね。道場とかあってみて、完璧に一発で倒さなきゃいけないっていうのと矛盾がありませんか？でもその中で相手を尊敬してるので。この人一発やられたことありましたけどね、その時泣きましたね。よく泣きましたね。はい、そうですね。それ泣いた時、その後にこれは笑いですか、泣きが続くんですか、どっちですか？いや、悔しくてその日だけ泣いて。その日だけ泣いて、その次は全身ですね。全身で、笑いに変わりますか？もちろん変えるために努力します。これがプロですね。泣いたままで終わる人います。やめる人がいますね。何回もやらなかった。で、絵が上手ですね。あれ、絵を描いた相手の話をちょっとやってみたい。俺を伸びせると、そのチャンピオンは神様だという心境を語りたい。負けた
エネルギーを逆にしましたね、はい、あの絵は見せてほしいなと思ってもらってもしれないですけど、はい、その心境は何ですか。いやもう僕は全ての自信を奪われたというか、僕は絶対チャンプになれるんだと思って、プロデビュー戦で初めて負けた時にもうチャンプになるなんて神様だなと思った瞬間解体でした、ね、それでよく立ち上がりましたね。はい。で、あのマサトと戦って合格なんですけどね、はい、これは、もう一回やるとしたらどうすか、勝ち目あるんですか。僕はもうあの彼にノウハウは今だったら負けないと思うし、今だったら負けない、うん、年内期待してた人いるのは年内ね、うん、それで TBS が辞めちゃったら何で辞めたんですか。 K-1 というのは危険だと言ってるんですか。いや、あの今回スポーツ番組を取り上げるんですけど、スポーツ番組のみで格闘技は入らない。うん、どうしてですか。スポーツのみで行きたいという今回話だったんですね。それ以上は僕はもう聞かないようにしました。なるほど。スポーツ、僕は柔道ね、軽量級のオリンピックに出られて町道の先生に言われて、あ、柔道がスポーツになったら俺やらないよって、それで英語部に入ったんですよ。俺は日本のチャンピオンになったので、はい、そういう気がしたかったんです。それと同じようなものがあったんですね、はい、武道を通した気持ちがあったんですね。あ、僕ありましたね。なんでそれはどっから来たんですか。それはやっぱり三沢に、うん、三沢基地がありますので、見て、はい、英語を上手ですよ。聞き取る力がものすごくありますね。それはアメリカ米兵に対する反骨精神みたいなのがあったんですか。ありました。どういうところですか。やっぱりもう生まれながらにしても体も大きいし、とにかく外国の人は日本人に対して自信があるので、そういったところで僕は、うん、あの圧倒されてたんで、で喧嘩したことないんですか。小さい頃はあったんですけど、あったもう力も強かったし、かなわなかったですね。向こうが小さい時だから、小さい時にもう体が大きかったですね。そうか、うん、もしくは大きくなって地震が出た時にやったら問題になりますよね。そうですね、うんうん、大変ね。だから大山ロスターとそれで日本人がやられて道端でアメリカ人を倒して逃げていったっていう、そういうようなことはない、もっと小さかったですね。そうですね。そういう反骨精神がどっかに言ったら、縄文スピリットって言ったら、おひまき道場って言ったら、みんな礼儀正しい。こんな小さい子やってましたね、これは。礼儀正しい、はい。あれは将来はどういうことを考えてますかね。おひまき先生についていくと。っていう子も中にはいますね。うん。中にはもうそれを意思に思ってついていくと思いますし、うん、あとはやっぱりその空手だったり、その格闘技の精神っていうのを学びに来てると思いますね。しかしそれはどうなんですかな。やっぱり自分のようになってほしいという気持ちですか、追い越してほしいという気持ち、どっちですか。一番ベストはもう追い越してもらうのが一番ですね。しかし追い越されて嫌な時はこいつにやばいなと、こいつ先にやっつけなきゃ、こいつ俺の後に来るなっていう、うん、複雑な気持ちがあります。武道家ってどっちですか、やっつけなきゃいけない、こいつには譲ってもいいっていうスポーツないですね。僕はずっと今までは譲ることが嫌いだったんですけど、人を成長させて人を教えるっていうことを考えたときに、そこを認めなきゃならないと思いました。いつからそれを考えたんですか。3年前ぐらいですかね。3年ぐらい前だったら、うん、今はもうあれですよ、40年前だと30の中頃の、はい、その時に感じた。感じましたね。それはあの八戸の今道場有名ですよね。これを守ってどんどん今選手も名前が出てますよね、はい、そいつらが出てきて、こいつらが世に出さなきゃいけないという焦りを感じたんですよ。そうですね。僕がもう常に上にいるということは良くないと思いました。僕よりももうとにかく僕が、まあ、あの彼らの下について、彼らを引き上げるということが一番大事なんだ。それができるようになってから練習をしましたね、その選手は。その時に嫉妬みたいな感じますが、僕らがこれはね、あの将棋 の坂田三吉が、ね、負けた時に、ね、部下が肩を取ったの最近ね、その時にさすがにすごい将棋の神様ってきたから部屋にいて道に隠れて泣いてるんです、うん、あ、部下が優勝したから嬉しいんでしょと言ったら、そうじゃないです寂しいな、俺がやりたかったんだと、うん、これが大阪でスイッチです。関東はそういう弱さを見せない、かっこよくね、強がりやりますと、そういう息というのは息があるんですよね、はい、あ、私がやるんですよ、嬉しい。しかし本心の中で俺もやりたい気持ちありませんか。そうですね。ただ僕がそれをやっちゃうと選手たちが伸びないと思っているので、うん、
難しい。俺が本当にやりたいな、こんなやつ任せるかって気持ちもあるでしょ。もちろん。しかし任せなきゃいけない。そうです。そのどういう葛藤があった？3年間の間で何が起こったんですか？いや、もう彼らをとにかく認めなければ、あの、彼らが成長しないということを考えたんです。成長で彼らがということは八戸の青森ですか？あ、今東京でも教えてるんです。東京でも教えてる。はい。東京の子が今世界チャンピオンを1人取ってて、世界2位も取ってて、日本チャンピオンもいるので、うん、それは僕がやっぱり下に入ってからですね。あ、なるほど、はい、譲りの心があったわけですね、はい、だから英語忘れちゃったけどねちょっとこれ説明してもいいですか？もう時間がないね。もうこれじゃあ同日英語いきましょうか。じゃあなんで K-1 とかそういう戦いが必要だってことはしゃべって、僕は同日英語しますから、はい、3分間バーッと、もう即興は、僕も即興の通訳でありますから、はい。僕が、格闘技を通してやってきて、Through the eyes of a person, 一番大事なことは精神。What matters most is the mind. 自分で作る精神力。The mind that you develop. 自分を信じる精神力。From within yourself. How do you have confidence? それがすべて自分の自信になる。やっぱり自信になると相手を倒すことができる。あとはやっぱり侍精神としては相手を認める。相手を尊敬する。そういう気持ちがあって、自分自身に勝ちながら相手を倒す。そういった気持ちを持つことによって、僕は最終的には武士道精神というのは平和だと、平和を追求することだと思うので、自分を強くすること、その中で平和を築いていくことが、僕は格闘技が一番大事だと思います。あと今後僕はやっぱりジムの中で、青森と東京の恵比寿と福岡でやってますが、その中で選手たちを育てて、世界に匹敵するような選手たちをたくさん見てきていると思います。今現時点では世界チャンピオンが一人、世界2位が一人、日本チャンピオンが一人、あとは日本ランカーもたくさんいます。プロ選手が30人います。その中で僕は日本で一番強いジムでして、世界は中国が一番強いです。オランダも強いです。なので僕はそこに匹敵するような選手たちを送り込んで、とにかく日本の侍魂というのをどんどん世界に発信していくんです。あと今後の僕は、What am I supposed to do now? 最後引退試合まだしてないので、 I haven't done any その引退試合を僕はできれば皆さんが見ている地上波のテレビで、全国ネットのテレビで最後マサト選手と戦ってグローブを持ちたいと思います。最後に僕が一問やっているので、皆さんぜひ僕と一緒にトレーニングしてください。一般の方々、テニスのジムは半分が女性です。とにかく体に良くて、精神にも良くて、ストレス発散もできて、自分はニュートラルに常に持っているので、そういったところで礼儀を覚えながら日本人として生きているような自分にしていきたいと思います。Thank you very much. Michio Matsumoto, known as Chano Tokyo, Japan, with Kohiro Maki Senshiro. Thank you. ありがとうございました。どうも。